教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おいてめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったかなあ。ベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊したやつが命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し記憶が改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな。ベルトルさんの呆れ顔を見るにふざけんじゃねえよ。お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか、それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けたろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れて行かないのならここでお前らと戦って邪魔をする。